どうも皆さんこんにちは。いつまでのダラダラとゲーム世代中根人エルザです。今回はバージョン 2.5 で復刻する4人について、どの順番でガチャを引くべきか、変換環境を考慮して話していきたいと思います。今回復刻されたメンバーは持続キャラと追加攻撃キャラとなっており、どちらとも特殊な性能になっていますよね。この編成がそもそも現在必要性が高いのかも気になりますし、何よりどれくらいの貢献度があるのかも気になるところです。そこで今回は各キャラの特徴をまとめて、それぞれのガチャを引くメリットなどを話していきたいと思います。後半では相性のいいキャラやガチャの優先度などもまとめていきますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。まずカフカの特徴について話していきたいと思います。カフカに関しては持続波を強制起動できるキャラとなっています。追加能力の解放さえすれば全持続波の発動が可能となります。しかもターン消費なしで敵のターン依存がなくなりますので、非常に強力な性能となっています。続いてカフカの特徴ですが、複数戦での対応力が高いというところです。必殺技の全体攻撃に加え、スキルの拡散と味方キーの追加攻撃があり、対応力が高いキャラとなっています。しかもこの追加攻撃には感電の付与ができるようになっていますので、味方の攻撃で付与範囲を広げるということも可能となっています。持続編成を組むなら必須級のキャラとなっていますが、何より攻撃軸となる持続ダメージを強制起動できるのが非常に強力なところとなっています。味方を変えれば属性の対応力も上がるのが特徴といったところですね。続いてブラックスワンの特徴についてです。ブラックスワンの特徴としては最大50層の特殊持続持ちとなります。ブラックスワンにはアルカナと呼ばれる特殊デバフが用意されています。こちらに関しては解除不可となっており、最大50層まで蓄積することが可能となっています。また蓄積することで効果もアップしていきます。まず効果としては3層以上で隣接ダメとアルカナの付与ができるってことです。続いて7層以上の場合は持続ダメージが防御 20% 無視でダメージを与えるようになります。貯めれば貯めるほどどんどん火力も上がっていきますので、強い性能となっていくんですよね。なので最大50層を貯めるのはもちろん難しいですが、7層以上貯めるとそれなりに火力は見込めるっていう性能になっています。その他の特徴としてはアルカナの総数が重要というところになりますね。アルカナの総数は数ターンでリセットされる仕様となっています。蓄積が可能なのはこのためですね。でそれを防ぎつつ総数を稼いでいくには、必殺技で1ターンだけ総数のリセットをしない効果を付与する必要があります。これに関しては開示という効果になりますね。なので必殺技のタイミングが悪かったりするとアルカナの総数を貯めづらいということが起きますので、アルカナの強さが変わる要因となっています。結構必殺技が大事っていうところと総数の管理が大事なところとなります。ブラックスワンに関してはアルカナは全ての攻撃で蓄積が可能となっており、しっかりと総数を意識したいところがあります。しかもスキルの発動の時に防御デバフも付与できることができますので、自身の持続ダメージの火力アップだけでなく味方の火力の貢献もできるっていうのが特徴となります。意外とデバフに特化したキャラっていうところになりますね。続いてロビンの特徴についてです。ロビンに関しては全体火力バフは非常に強力っていうのがあります。まあ、ロビンのバフに関しては無凸でも4種類のバフがあります。まず1つ目は4ダメ最大で 50% アップとなっています。2つ目はテンプの効果でいるだけで会心ダメが最大 20% アップするようになってます。3つ目は攻撃力がロビン3勝でアップするってとこですね。これに関しては必殺技です。4つ目は追加攻撃の会心ダメが 25% アップとなってます。どれも倍率が高く全体付与となっていますので、それがロビンの強みとなっています。バフ自体が本当強力なんですよね。その他の特徴についてですが、味方全体の即行動付与っていうのも魅力的なところです。必殺技発動の際に味方を全員即行動させれる効果があり、味方全員の行動が終わった後にすると再行動が可能となります。体勢の整えや一気に畳み込む際など戦況に合わせて調整ができるのが非常に強力となっています。即行動の使い方はオートの場合あまりいい使い方はしないので手動がメインとなりますが、使い方を覚えるだけでチーム全体が強力になるっていうのがありますね。ロビンに関しては火力の全体サポートは可能となっています。ですが必殺技中なら物理の追加攻撃も可能ではあるので、ダメージを自身が出すことも可能ではあるんですよね。なのでこの効果とバフが追加攻撃持ちと相性が良くなってますので、ロビンを引くのであれば追加攻撃持ちを意識するといいかと思います。続いてトパーズの特徴についてです。
トパーズの特徴としては追加攻撃のスペシャリストというところになります。トパーズに関しては必殺技によるダメージこそはないものの、通常攻撃やスキル、デバフ効果など追加攻撃に特化したものが多くなっています。特に味方の攻撃に起因して株の速度がアップするため、行動頻度の多い追加攻撃キャラとも相性がいいというところあります。まあ、速度と言いましたが行動順が繰り上げとなりますので、追加攻撃が多いキャラと組み合わせると強くなるかなというところになります。その他にも特徴はあって、トパーズ専用の負債証明が非常に強力となっています。トパーズの魅力としては攻撃頻度にもありますが、負債証明デバフが優秀というのも大きいところです。こちらの効果としては対象の追加攻撃ゆだめが最大 50% アップ、2つ目は追加攻撃で株の行動時が 50% アップ、3つ目は炎属性のダメージがアップするとなります。現在炎の追加攻撃持ちはいないのでちょっと扱いづらいというところはありますが、対象の追加攻撃ゆだめアップがありますので追加攻撃編成と非常に相性がいいものとなっています。このあたりが自身というよりも味方に対して恩恵があるものが多いんですよね。ただし単体特化というところになります。トパーズに関しては株を軸に戦うキャラとなっていますが、追加攻撃持ちのキャラと合わせると攻撃回数が増え、味方との連携が取りやすくなるというのがあります。なのでメインというよりもサブアタッカー運用で考えるのが一番いいかなというところになります。それでは各キャラのガチャを引くメリットや選ぶ基準について話していきたいと思います。まずカフカですね。持続編成を組む予定があるなら必ず引いておきたいキャラとなります。カフカに関してはどの持続ダメージでもスキルと必殺技で起動ができるっていうのがありますので、どの持続キャラとも相性が良くなっています。もちろん追加能力の解放をする必要がありますが、それだけでどの持続にも対応できるのがいいところですね。また星4でも経内粉や散歩などと合わせやすいっていうのがあります。この2人自体がそもそも持続ダメージに関しては強いところがありますので、星4構成でも組めるっていうのがあります。意外と攻略もできるのが嬉しいところですね。またカフカのような持続編成に関してですが、会心月ダメは必要としません。そのため持続さえ付与できればどの敵も対応が可能となっています。なので意外と戦闘においては扱いやすいっていうのがありますね。なのでカフカに関しては持続編成を組む予定がないのであれば引くのはあまりお勧めできないっていう性能になっています。では続いてブラックスワンです。ブラックスワンとしてはメインアタッカーとして厳しいっていうのがありますので、デバフ担当や持続編成の強化目的なら引いておきたいキャラというところになります。ブラックスワンのアルカナは非常に強力で、戦闘開始から敵に強制付与することが可能です。そのため持続編成やデバフ運用の編成と相性が良くなっています。このあたりだとカフカとかレイシオっていったところですね。今なら読みとかも相性がいいところとなります。それだけでなくスキルによる防御力デバフが付与できるっていうのもありますので、味方と自身のアルカナの火力アップが貢献できるっていうのも嬉しいところです。さらにブラックスワンを活かすのであれば、カフカと組むことでアルカナの発動頻度が増やせます。しかもこれは消費しません。総数の消費などないので、強力な状態でアルカナを2回3回発動することが可能です。なのでカフカのサブアタッカーとして欲しいっていうのがあります。まあ、このことからメインというよりかは持続編成とか2枚いるデバフの編成にちょっと風属性のいいサブアタッカーが欲しいなっていうところで組み込むといいかと思います。個人的にはカフカか読みの編成で入れるってことが多いですね。続いてロビンについてです。ロビンについては追加攻撃編成の強化やクラーラ・ウンリの編成強化が目的なら引いておきたいキャラとなります。まずロビンに関しては火力アップが非常に強力で、どこでも組ませやすいっていうのがあります。調和の所持数が少ないらぜひ欲しいキャラとなってるんですよね。性能的にもどこでも使えるって嬉しい要素ですからね。またロビンとしては追加攻撃持ちを主軸としてるなら、よりダメージ貢献が可能なバフが多いので欲しいっていうのがあります。追加攻撃編成ならロビンが入ってる方が火力は自然と上がるようになってますからね。さらに速攻度を活用することで高難度でもラウンドの短縮とかも狙えますので、まあ、追加攻撃編成がまず大事かなと思いますが、クラーラやウンリのような編成で使ってラウンドの短縮につなげるっていう方法も狙えます。そういった意味では追加攻撃入りであったりとかカウンター編成というのは非常に相性がいいかなというところですね。ちなみにカウンター攻撃に関してはスターレールでは追加攻撃扱いとなってますので、クラーラウンリとも相性がいいというところになります。続いてトパーズです。
追加攻撃編成の強化が目的なら引いていくのはありっていうところですが、相性がいいキャラが少ないっていうのが現状です。ただこうやって聞いてるとあまりいいところがないように聞こえますが、編成の幅が今狭いっていうだけであって、追加攻撃のサポートとしては優秀なところは変わりませんので、今後の期待値はまだまだ高いかなっていうキャラとなっています。それでは各キャラの相性がいいキャラについても見ていきたいと思います。だいたい似たようなキャラは集まってますので、相性のいいキャラも固まってきています。まずはカフカからです。カフカの相性のいいキャラの特徴としては、持続持ちダメなら誰でも OK となっています。また回復に関しては高頻度のキャラがおすすめですね。耐久値の問題があるからです。その他にサポートとメインどちらでもいけるっていうのがありますので、まあ予備みたいなところに入れるとか、あとは自身がメインアタッカーとして動くってことができます。で、相性のいいキャラに関しては、ルアン、ブラックスワン、ホホ、ロビンとなります。その他に持続ダメージ持ったキャラなら星4でも相性が良くなってますね。また最近であれば読みの編成に入れるってことも多いかと思います。続いてブラックスワンと相性のいいキャラの特徴です。攻撃力アップや防御デバフ持ちが欲しいっていうところになります。またアルカナが非常に強力なので、持続ダメ発動の機会を増やせるキャラも欲しいところですね。ただアルカナが非常に強力な分、メインアタッカーというよりも敵に依存した動きとなりますので、サポーターよりもメインが欲しいっていうのがあります。ブラックスワンどちらかというとサポーターよりの性能となってますので、そのあたりはバランスを取る必要があるかなというところです。で、相性のいいキャラとしてはカフカ、ルアン、ホホ、ケイナイフンとなります。その他に読みであったりも相性がいいキャラとなってますね。カフカとブラックスワンに関しては相性のいいキャラは似たような感じになるかなというところです。続いてロビンと相性のいいキャラの特徴などについてです。ロビンに関しては追加攻撃持ちキャラとは必ず組ませたいというところがあります。なのでトパーズみたいな追加攻撃持ちか、ウンリのようなカウンター持ちといったところですね。また EP 回復で速攻度の機会を増やせるっていうのもありますので、 EP 回復ができるキャラも欲しいところです。さらにバフを重ねて単体を強化していきたいっていうのもありますので、メインアタッカーのサポーターというところで入れるのがいいですね。特徴を見ていくと追加攻撃に特化したような内容になってますので、相性のいいキャラとしては追加攻撃持ちを選択するようにしてください。それではロビンの相性がいいキャラの紹介です。トパーズ、テイウン、ホホ、ウンリとなります。その他にクラーラ、カフカなども相性が良くなっています。まあ、意外と持続ダメージ編成で攻撃力アップが必要だったりするので、相性がいいところだったりしますね。編成幅として追加攻撃だけでなく他でも使えることは使えますので、意外と相性幅が広いキャラと言えます。最後トパーズについてです。トパーズとの相性のいいキャラの特徴ですね。追加攻撃持ちのキャラと組ませたいっていうのがあります。これは負債証明を有効活用したいからですね。また攻撃頻度が多い味方を1人は最低入れたいっていうのがあります。ということは追加攻撃持ちが必須っていうところです。さらにトパーズに関してはサブ寄りの性能となってますので、メインアタッカーが欲しいっていうところになります。この特徴から追加攻撃持ちのアタッカーが欲しいというところになります。なので相性のいいキャラとしてはレイシオ、ケイゲン、ホホ、ロビンとなります。その他にアベンジュリン、クラーラ、ウニなども相性がいいキャラとなっています。追加攻撃持ちとはとりあえず合うっていうところになりますね。それでは最後ガチャの優先度について話していきたいと思います。ここでちょっと注意があるんですが、あくまで個人の意見というところになります。まあ、実装からずっと使っててどれくらいの使用頻度だったのか、今の環境でどれくらい使ってるのかっていうのも考慮してはいます。また今回のガチャの判断に関してなんですが、秘書などをすでに引いている前提で話をしていきますので、その点だけはご了承ください。では見ていきましょう。まず復刻枠の優先度について話していきたいと思います。優先度としてはロビン、カフカ、ブラックスワン、トパーズとなります。個人的には活躍場面が多いロビンが優先かなと思ってますね。正直カフカやブラックスワンに関しては持続編成をメインで組みたいっていうのがない限りはロビンを優先した方がいいかなっていうのがあります。続いて雷で優秀なカフカで、その後はブラックスワンという流れになりますね。トパーズは追加攻撃編成を整えるが大変なので優先度は低めという風になります。ただしカフカやブラックスワンに関しては予備の編成でも使えるというのがありますので、予備の評価要因として欲しい場合は優先度が上がるというところになります。それでは今回の優先度について、カフカとブラックスワンの優先度がちょっと低くなった理由についても細かく説明していきたいと思います。この2人に関してなんですが、とても強力なんですが持続編成の必要性が今はそんなに高くないっていうのがあります。
持続編成については戦闘の対応力が高く強力ではあるというのが特徴です。ですが以前のように高難度での活躍があるかって言われると正直そこまでないですね。雷弱点であったり炎弱点、風弱点ってなった時に他の編成を使うことが多くなりますので、そこまで優先度っていうのは上がってきてないです。しかもラウンドに関しては短縮しづらいっていうのもありますからね。さらにこの編成に関してなんですけど、星5キャラを揃える必要があります。結構編成難易度として高いんですよね。なのでもし集めるっていう方がいた場合は、すでにフォフォを持っているかカフカとブラックスワンどちらかを持っているなら引くのはいいかなっていうくらいになります。正直フォフォ、カフカ、ブラックスワン揃ってないと持続編成としてはなかなか難しいかなっていうところがありますので、そのあたりの揃え具合が非常に重要な編成かなと思います。なので今回は低めとしています。まあ、ただ好きなら全然引いてもいいキャラかなとは思いますね。別に弱いとか使いづらいっていうのはなかったです。それでは最後です。ここは完全に予想というところです。衣装の性能次第ではトパーズが化けるというところですね。これに関しては予告番組でも性能が流れてたところが気になったので、そこから抜粋してます。まず衣装の追加攻撃頻度と単体攻撃性能次第でトパーズに関してはめちゃくちゃ化けるなと思ってますね。まず衣装の情報はある程度出ていますが、単体に特化した攻撃方法と追加攻撃が紹介されていました。どのシーンも単体攻撃になってたんですよね。なのでトパーズの不再証明と相性が良くなっています。しかも味方の攻撃に対して衣装が追加攻撃をするっていう風に言ってましたので、通常攻撃をとにかくしまくるトパーズとは相性がいいかなというところを持ってます。もしかしたら衣装と組む際に最適キャラとなりうる可能性も高いですよね。それで言うと追加攻撃と相性のいいロビンも組ませやすい対象なのかなと思います。衣装の実装によってはガチャの優先度が大幅に上がる可能性があるかなと思ってますので、トパーズはちょっと一番下になってますが、まだまだわからないっていうのがあります。ただ現状としてどれくらい使ってるのかとか、まあ衣装が引けてるかどうかっていう状況によってはロビンが最優先でいいのかなっていうふうに今回は考えてます。ということでご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。